はい、こんにちは、健子です。明けましておめでとうございます。今週もですね、恒例の新年初打ちということで、ね、インタ球台を使って、今回ですね、前回と違ってちょっとネットを低くしました。で、またパートナーに弟を招いてやると思います。で、ラケットはですね、こちらのミニハンドソーと、謎の1枚ラバーで、弟にはこちらの TSP の素振りをラケットを使ってもらおうと思います。で、ボールは、はい、ラジオです。お願いします。おお、お、すごいついてる。あ、すごい。撮影する前に練習してないんですけど、結構続きますね、最初から。違いですごい、まあ、もちろんネットとボールも工夫したこともあるけれど、すごい続きますね。意外とこうなったらやりやすい。ちょっとこう段があってるんですけど、回り込むと落ちちゃうんですよ。意外とこの高さがやりやすかったです。うんなので回転の変化は通じませんね。あ、うっそ、ぜひ変わって。あれ、意外と難しいな。しちゃってみましょうか。今度相手にこのミニハンドソープラス謎の1枚を使ってもらって、で、私はこの重いです、素振り用なんで、これ
必要するです、照明は。おぉ、外れた。重っ。でも、意外と入りやすいっちゃ入りやすい。あ、やばい。おぉ、はい、出やすいな、すごい。おぉ、待てだけでポーンってすごい。ああ、なんか重たい。素振り用なんで、すごい重くて、しないも全くないんで、意外とこれが。おお、打ちやすい。おお、こっちもやりやすいかもしれない、それよりね。これが。すごい続く。普段もちろんこれでやってるわけじゃないんで、だけど結構あ、うまい、あ、うまい、あ、相手のフィッシュというかロビングがうまいです、すごい、はいはい。アイデアカットしてるんですけど、これはもうほとんど回転に影響なく打つことができます。あっ、どうも、あで。